まあこれがないと2 0 0 0のコックピットなんですけども、まあ、テレビで見る、ね、キットがここに内蔵されていてピカピカっと光るわけですよねでインジケーターがかなりたくさんついてます、まあ、これは実際の走行には関係ないんですけども唯一関係があるとしたらねこちらのウィンカーとあとガソリンフィールランプですねこちらの方ガソリン使うに従ってどんどん減っていくんですけどもあんまり正確じゃないんで半分ぐらいになったら満タンにするってことを繰り返してます で、この上のランプがついたら危険だよっていうことなんですけども、まだついたことないですね。まあ、常に満タン状態です。で、スピードメーターなんですけども、これがね、マイル表示なんですよ。ですんで、ここに、えー、日本式のキロメートルアワーを特別につけてもらってます。ですんで、運転中にこのスクリーンで見ることができるんですよね。で、ここにオーディオのマイクがついてます。向こうも同じです。で、後ろにもトランクにもマイクがありますね。ウーハーってやつが。で、 ここのインジケーターは、キットが息を吹き込んだ時に、パッパッパッとついていくやつですね。で、こちら、パワーボタンがついてまして、ここを押すと、画面がついて、キットがね、えー、起きてきます。で、もう一回押すと、あの、お別れです、マイケルみたいな感じで、えー、パワーダウンしていくってことになります。で、ここが追跡モードでしょ。その他、ノーマルとオートってのがありますけども、まあ、オートって言っても自動的にね、この、 ナイト2000が走るわけじゃないんで <laughs> 追跡モードもう雰囲気だけですねボタンが押せますでこれはあの社外製のナイト財団のーレーダーになってますね、えー、これで警察無線かなんかを傍受するらしいですけども正確どうか分かりませんでこのコンソールが、えー、ここのねヘッドレストじゃないやアームレストについてるんですけども、まあ、いろんなボタンがあったりウィンドウだったり温度計がついたりとかってやつです で、こちらの方はターボブースト。ご存知ターボブーストですね。で、いろんなボタンがありますけども、それぞれの機能が付随してます。こちらの方も同じです。ボタンに対応した機能がそれぞれ付いているってことになります。押すとね、えー、それなりにキットが答えてくれるってことになりますね。えー、で、こちらも、なんかこう。 シャカシャカってやってくれたりとかあと肝心なのが天井ですねオーバーヘッドコンソールちょっと暗くて見えないと思いますけどもちゃんとねここにもボタンがついていてそれぞれ反応するのにピカピカ光るわけですよ今電源入れてませんけどもここにもコンピューターがついていてここからね、えー、テレビではあんまりここ出されてないんですけどもキットがきちんとここで文字で応答をつけるようになってきます それからあ、ロケットランチャーのボタンが、ここにありますんで、もしね、ゴライアスが来た時には、こいつを打ち込んでやりましょう。はい、ロケットランチャーね。こういう感じです。で、こちら、置シゲ源ベントですけども、マイケルがちょっとね、酸素が足りなくなった時に、ここから酸素が出て、えー、回復していくっていう感じですね。えー、こちら、助手席になっていて、後部シートがこうありまして、 なんか素敵なナイト2 0 0 0のコックピットになってますはい以上ですね